大崎由紀は、日本のグラビアアイドル、ドラマー、タレント、女優。神奈川県出身。2歳下の妹がいる。愛病は、ラグドールヒマライアンのミックス猫。2007年に女優として活動スタート。さあ、一期生オーディション準グランプリ。さあ、メンバーとして約1年間活動の後、2013年1月で卒業。 1> 第1回フラッシュ写真集争奪オーディショングランプリ。同年11月にファースト写真集、大崎由紀写真集残賞を発売。2013年に秋葉原の OL カフェ、ハチスタイルをプロデュース。関連するネット番組、モエートチャンネルのプロデュースにも携わるなど、実業的な活動を継続している。2016年前後より肩書きを、 グラビアドラマーとして活動、水着グラビアとドラム演奏を両立している。YouTube に、グラドルが叩いてみたと題する動画を複数公開し、再生回数を伸ばしていたところ関係者の目に留まり、2017年1月に、中田康隆の楽曲、クレイジークレイジーの PV に誘われ、水着姿で、ドラム演奏をする、キャリーパミューパミュー役を務めた。現在、 グラドルが叩いてみた動画の総再生回数は2019年時点で400万回を突破。高校在学中にドラムを始める。2010年10月、ロックバンドピンフラにドラムとして参加、翌年のエマージェンザ・ジャパン2011に出場し、ベストドラマー賞を受賞。他にもドラム、ホ本、パーカッションとしての活動をいくつかこなす。 2016年前後より肩書きをグラビアドラマーとして活動開始。藤田めぐみ大原由衣子、ホルダーリンズ、杉田美代、大石里野と多くのアーティストの演奏に参加。2018年8月、ロックバンドリーンフラーにドラムとして加入。翌年8月、エモーショナルガールズロックバンド、リトルリーリスに解消し、引き続き活動中。フルアルバム。 リトル、リリスのリリースなど、精力的な活動が続いている。グラビアドラマー大崎ゆき、髪の毛をさらに短くして、限界ギリギリの露出に挑戦。マイナビニュース。2021年4月5日閲覧。大崎ゆき、過激な撮影現場で、支配されたい願望、が開発されたかも。マイナビニュース。2019年12月14日閲覧。大崎ゆき。 雪歴、8、26、オフィシャルブログ、雪チータイム。2019年12月14日閲覧。雪、大崎、名前はクルミ、愛称は毛玉。ラグドールとヒマラヤンのハーフです。ツイッターより2019年12月14日、閲覧。大崎、雪、バストを揉んで甲骨の表情。マイナビニュース。2020年1月17日閲覧。 産経スポーツ本誌コラム連載、東京アイドルフェスティバル2012出演など、さあ大崎ゆき、夏バテ、自慢の胸が。サンスポ。2013年1月3日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年12月14日閲覧。フラッシュ写真集争奪 GP のグラドル大崎ゆきが、事務所に騙されて、エッチな DVD にやめてください、連発も。 日刊再造。2019年12月14日閲覧。大崎ゆき写真集残照フラッシュ編集部。編。フラッシュ編集部。2019年12月14日閲覧。秋葉で会える。グラビアアイドル兼ドラマー。秋葉原の OL カフェ。エイトスタイルをプロデュースしたドラム好きのグラビアアイドル。大崎ゆきさん。今日のグラビア。アプリゲット。 2019年12月14日閲覧。グラビアドラマー、大崎由紀のセクシーな黒ビキにドラムショットに絶賛。ジャケシャみたい、素晴らしすぎる。スクーッピーニュース。2019年12月14日、閲覧。大崎由紀おっぱいドラム披露で、キャリーファンを濃殺。グラドルに会える、OL カフェが盛況。オタポル。 2019年12月14日閲覧。リトル・リリス。通常版。リトル・リリス。スペース・シャワー・ミュージック。2019年12月14日。閲覧。スカートを脱げ。話題のグラビアドラマー。大崎ゆきが、理不尽に責められる。アスキー・ドット・ジェピー。2019年12月14日閲覧スカートを脱げ話題のグラビアドラマー大崎ゆきが理不尽に責められるアスキー .jp ト2 0 1 9年1 2月1 4日閲覧エマージェンザ2011速報。 IT オンライン2019年12月14日閲覧。ピンフラとしても大会を準優勝。ありがとうございます。